はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルの生が今日は、2024年夏、売られていく日本をお送りいたします。よろしくお願いいたします。あ,あのさ、あの、おかしいんだよな。どうした、平次さん。いや、あのさ、俺んとこのほら、代々さ、あの、墓あるじゃん。ああ、ああ、あの、お寺にね、山の上のね、 ああ、今日行ったんだけどさ、俺、酔っ払ってたのかな。平治さんはいつも飲んでるからね。いやでも、いや、ちょっと待てよ。歩いて行ったんだよあ。あんな遠くまでよく歩いて行ったね。ほら、酒飲んでるからさ、捕まっちゃうじゃん。ああ、いつも飲んでるからね、平治さんはね。うんでさ、歩いて1時間かかって行ったんだよな。あ 平次さんとこからだったらそれぐらいかかるわね。登りだからね。うん。俺はおかしいのかな、うん、どうしたんだ一体何が起きたんだいうん。あの山の上のほら、寺、うちの代々の墓あるじゃん。うんうんうん。それを見に行ったんだろ歩いて。そうそう、そう、そうなんだけどさ。な、変なんだよ。だから何が変なんだ平次さん。平次さんも変だよ。いや、あんまりなんか言えないんだよ。 なんで言えないんだいいや、俺が変なんじゃないかと思ってさ。ええー、なになに何が起きたんだ、ヘイジさん。うん。あの、笑わないで聞いてくれるいや、笑わ、笑わないよ。いや、もうすでに笑ってるよねい。いや、だって、ヘイジさんの言い方が面白くて、な、笑わないで聞いてくれるって、よっぽどおかしな話が起きたのかなって思っちゃうじゃない。 よっぽどおかしな話が起きちゃってんだよ。ええー、一体何が起きたんだい笑わないで聞いてくれる <laughs> ちょっと待って。いや、笑わないで聞,き聞くよ。いや、笑ってるよな。いや、あの、平治さんの言い方が面白いから笑ってるんだよ。そうかじゃあまあ、お前だから話すけどさ。あ、だってうちの墓もあるんだよ。まあ最近行ってないけど。え あれお前家の墓もあそこの寺だったっけそうだよ。うちの墓も、まあもう本当にお盆とかなんかそういう時しか、まあ、もうバチ当たりだけどね。行ってないんだよ。うん、そう。俺今日行ったんだけどさ。命日だからさ。あの、親父のな。ああ、そうなんだね。もうそん、そうか、命日。ああ、今日だった。うん。花持ってさ。うん。 で、どうしたうん。だからな、あの、どう、いや、どうしたって、平気かな、話しても。うん、言ってこないよ。何、何が起きたんだいうん。墓がさ、お墓がどうしたんだいなかったんだよ。うん、<laughs> お前、笑わないって言って、約束した話してんのに何笑ってんだよ、いきなり。いや、ごめんなさい。えいや、もう、平治さん、 なわけないでしょその、場所間違えちまったのかな酔っ払ってて。うーん。明日一緒に行ってあげようか。もう今日は暗くなってきてるからな。花大丈夫かなあ貸してごらんなさいよ。私がちゃんとバケツに水入れてつけといてあげるから。ああ、悪いな。なんだかな全部な。これ玄関のところ置いといてあげるから。雨当たんないところにね。またこの花を持って明日、私、 大体朝9時ぐらいになるけどね。大丈夫かね大丈夫、大丈夫。じゃあ9時に出れるように用意しとくから。うん。じゃあ明日ねああ。雨降ったらどうする大丈夫じゃないかな晴れてるしな。星出そうじゃないかそうか。うん。じゃあ明日9時にな。頼んだ。うん。平次さん。ゆっくり休むんだよ。あ,ありがとう。おはよう、平次さん。 どん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 。あーあー、ありがとう。じゃあ行くか。あ、じゃあこれバケツごと持ってった方がいいね、もうね。花ね。ちょっと今日暑いから、ね、こっからほら歩くじゃないか。ああ、今日は車で行くか。あ、そううん、じゃあ、あじゃあヘイジさん、軽トラ出す。うん、軽トラ出して行こうか。な、ブーン。車だったらすぐなんだよ。まあ、5分かかれしねえからな。 ちょっと砂利道で凸凹してっけどな。平治さん、ちゃんと墓の場所覚えてるああ、覚えてるよ。覚えてる覚えてる。大丈夫。ああ、そこ左だったな。ああ、そ、ああ、そっちなんだね。ああ、区画がいくつかあるからね。この寺大きいからね。あそこ、あそこ、あそこ。あ、ほ,ほらん、ないだろう。墓が見てみろ。ほら。あそこの段のとこだよ。なんもないだろう。あ、ほんとだね。 あれここお墓あったよねうん。あれなくなってるね。一つのコらずね。お、うん、かしいだろえー、お墓が消えた。こんなことが本当に起きてるんですよ。平治さんのお墓だけじゃないですよ。あっちこっちで今。何何が起きてる墓泥棒いやいや、墓泥棒ではないんですよね。 だって全部その区画ないんですよ。おかしいでしょこれはね、あの、中華飯店の方が、そのお寺を買い取ったんですよ。もうね、お寺の住職さんも、年齢が年齢だったりね、あとだんだん墓じまいっていうんですか墓を閉じる人が増えちゃって、なんか雑誌かなんかのブームでね、お墓辞めちゃう人がいて、あの、お金の収入がなくなってしまって少なくなってね、 あの、お寺を経営していけなくなったんですよ。結構多いんですよ。で、そういうところに、お寺専門の不動産屋さんがやってきてね、あ、あのー、売りに出しませんかあの、買いたいって人結構今いるんですよ。と言って、うん。いや、だけど今、他がある人たちにかわいそうだから、なんとかな、頑張ってやっていきたいんだけど、いや、でも無理しているんじゃないですかここの土地だったら広いから、 結構いい値段で買う人出ますよそうかなだいたいいくらぐらいになるかなそうですね。ちょっと待ってくださいね。見積もりをね。えー、っと、この広さですよね。ちょっと待ってくださいね。うん。まあ、だいたいそうですね。ここのお寺だったら、まあ、2億円になりますね。ん ?2 億なりますよ。 二億お墓だらけのこの寺が建物だって古いぞ。いや、大丈夫ですね。二億円ですね。はぁ、二億円。うーん、そうかね。うーん、二億円。これはあれじゃないですかもう、まあ、時期的にね、人生の中の、まあ、キロじゃないですけれども、ね。 あのいろいろ年齢的にきついとかいろいろあるんであれば、まあちょっと考えるその分岐点っていうかね、そういうタイミングなのかもしれないですね。まあ私がね、あの言うのもちょっとこうね、まあ部外者なんでね、こうちょっとお墓のこととかわかりませんが、まあそうじゃないですか。でも売るって言ったらこの墓はど,どうなるんだろう、これはね。これはあの買い取った人が適切な処置をするというね、 あの、契約書にそれを文言入れてですね。で、譲渡になります。あ、そう。じゃあ、決して悪い風にはなんないんなんないですね。適切な処置をしないといけないんですよ。これは、まあ、法律上決まっているのでね。あの、全部潰して、もう、おうちにこの、ご遺骨だけね、戻すなんてことできないんですよ。あ、そう。まあ、だから、このまんまかもしれないし、まあ、墓移すかもしれないってこと そうですね。それは、まあ、あの、買い取った方が、まあ、判断することになりますね。まあ、ただそれ一筆入ってますからね。あの、お墓のことは、あの、きちんと管理をするか、もしくは、場所を移して、ちゃんと丁寧に、あの、移送っていうんですかね。まあ、それを行うっていうことですね。まあ、ああの、お墓の石もそうですよ。そのまま移してってことですね。あ,あ、そう。じゃあ、まあ、決して悪いことにはなんないかね。 なんないですよ。大丈夫ですね。それだけが気になってね、申し訳ないじゃないか。ねで、わしはまあ、これは、ここの墓を、あのー、まあ、なんというかね、手を引いてね、寺を売るってなったら、ちょっとここでは生活はしたくないんだよ。あ、いいじゃないですか。2億円でもし売れたら税金も支払いになって、何か他の遠くの方でね、 あのこことの土地の関わりのね、あの人との関わりは、まあ、縁がなくなるかもしれないですけれども、遠くの方に行って、あのゆっくり奥様と暮らされるっていうのはいいんじゃないですか。まあ、家内もね、そんなようなことは言ってたんだよあの。もうね、潮時じゃないの、あなたっていうふうにね、まあ、家内は温泉好きだったり、海が好きだったりするからね。 温泉のあるところか、まあ、海の近く、また海の近くの温泉のあるところ、そういうところの、まあ、マンションかな。リゾートマンションみたいなところかな。いや、2億円あったらお釣り来ますよ。今、リゾートマンションはね、あの安く売ってるとこいっぱいありますから、そう、まあ、そういうところでゆっくりね、温泉入って、海でも眺めて、そうだね。まあ、それもいいかもしれないな。うん、そう、それはいいと思いますよ。 うん、あのまたあの考える時間ね、あ,のありますので、一応これ売り出しということで、あの用意はしときますけれども、あのご住職様のね、あの合算員出ましたら、これ、あの売る方向で営業をかけていきますので、ああそう、分かった、うん。じゃあまあ一応契約書とか作って、ひな形っていうのなんかあるんでしょあ,あります。じゃあここのお寺の名前とか入れて、一応作成、 しますね、うん。で、あの、お持ち、あの、郵送でよろしいですかね。ああ、いいよ、送ってもらえれば。あ、じゃあ、お送りしますのでね、見ていただいて、また、あの、ご検討いただければ、うん、あの、お願いいたします。ああ、ありがとう、ありがとう、親切にな、ありがとうね。こんなようなやりとりが行われて、まあ、ご住職さん、2億円も入ってくるから、もう、これ、奥さんとお話ししてね、やっぱり奥さんが、 いやもうそんなにね、高く売れるんだったら売った方がいいわよ。もう温泉とか入ってゆっくり過ごしましょうよという風になって売られる方多いんですよ。お寺丸ごとですよ。まあ中華飯店の方がお金持ってるんでね、買うんですよ。で中華飯店の方の経営になるんですよね。でもね、まあお墓はね、なんか他のことをやりたいんですかね。なんか、まあ一応移すんですよ。 で、違うとこの土地、まあ、近所のね、山とか買い取って、ちょっとそこを伐採して、で、そこのお墓を移すんですよね。許可を取ってね。で、あのー、まあ、移して、まあ、来た人はびっくりするわけですよ。墓がないとね。いや、だけど、あそこ移しましたって言って、え、勝手にそんなことこれね、いいらしいんですよ。あの、そんなに遠くに無理やり持っていくんじゃなくて、そのそばで移すっていうのは、 法律上問題ないらしいんですね。あの、潰しちゃってそのまんまってのはダメなんですけど、ちゃんときれいにきちんと写すんであればいいらしいんですよね。まあでもそういうふうなことが今、ま、トラブルもあります。もちろんね。あの、怒ってる人もいますよ。うん。で、これがね、寺だけじゃないんですよ。あの、神社。神社も <laughs>。あと、葬儀の会社ですね。葬儀場を含めて、葬儀の会社も。 これやっぱり、あの、中華飯店の方々が買いまくってるんですよね。で、すっごい、あの、高くなってる。葬儀がね。うん。うん、まあもう、すごいことですよ。あと、時の副総裁ですね。の方が、まあ、その方の、まあんでしょうね。あの、影響力がある、まあその葬儀会社、買い取って、まあそういう経営をね、 なんか関わってるっていう話もあるんですよ。だからこれから、まあそういうね、お寺とか、まあ神社もそうかもしれない。ね、あとは葬儀の会社。まあ儲かるんでしょうね。何らかの形であんま言えないんですけど。だからそれで、あの、まあ中華飯店の企業だったり、個人でもいますよ。あの個人でもあのお寺を買うっていうふうにね、申し出ている人がいるんですよ。 で、これがやっぱりね、いろいろ、まあ、反響を呼んでるっていうか、これから、あの、もっと、あの、表に出ますから、まあ、みんなが、ええってなるんでしょうけども、また結構今数出てるんですけどね、売買の件数は上がってきてるんだけど、まだ、あの、ニュースとして情報としてみんな、ほとんどの人がこれは知らないんですよ。で、これが、あの、表に出た頃には、あの、想像を絶する数になってるんですね。で、その時に、 えあ,あそこの寺もこっちの寺もあそこの神社もみたいになるんですよね。で、これはね、やっぱりあの反対今でもしてる人いるんですけど、あの日本人の魂を売り,売り渡したみたいなね、いや、本当に、まあなりますわね、そういうふうにね。そういうようなあの声が上がってきてるんです、すでにね。で、それは間違ってるってね。うん、なんだけど、 お寺のさっきの住職さんのようにね、経営は厳しいんですよ。うんだからね、これはね、やっぱり住職さんの気持ちもわからないことはないんですよね。うんもう生活ぎりぎりで苦しいのに、そのまんま続けていくっていうこともできないですよね、なかなかね、夫婦でね、年もあのだんだん取ってきてっていうことなんですよ。だからそういうことがあってですね。 日本が変わってきてる。変わっていくだろうということなんですね。まあ、あの水源、北海道の水源の土地、または山、山ごと買ってますからね。まあ、あっちこっちね、まあ。あの、すっごいたくさんではないですけど、まあ、土地は広いですよね。山ごとなんで、あそこの山もこっちの山も、あの、売っちゃって買われちゃったよっていう話はあっちこっち出てます。で、そこに水源があったりするんですね。綺麗な湧き水があったりとか。 これはね、結構、すごい勢いで、あの、どんどん買ってきてますんで、うんまあ、それも含めてですね、もう、日本が、なんか、どん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 、あの、日本じゃなくなっちゃう、買われてっちゃうんじゃないかっていう恐怖感がね、まあ、皆さん、出てきてるということなんですよ。でも、これを止めることはできないんですよ。あの、止めらんないんですよね。だって、あの、住職さんもお金、困っちゃって、あの、赤字のお寺もいっぱいあるんですよ、今。 だから、うーん、そんなに高い値段でね、買ってくれるんだったら、まあ、もう売ろうかなっていうふうになってしまっているということですね。でこれ、どうすることもできないんですよ。うん。だから、あの、一個人の力では何にもできないんですよね。で政府が変なところのお金使ってないでねで、こういうお寺を救済するためのお金を出すとかね、神社の救済のお金を出すとか、まあ、葬儀関係もそうですよね。だって、亡くなってからも、 すごい高いお金を請求されて、亡くなってからもお金で問題がね、トラブルが起きるみたいな値段になっていったら、もうやんなっちゃいますよね。だってあの、生きてるうちでもね、電気代、ガス代、水道代が、<laughs> 水道代が爆上がりしそうなんですよ。あっちこっちでね。で、それはなぜかって言ったら、その向こうのオフランスのね、会社が買われてね、まあそのオフランスの会社が、 暴れ出しそうですから、危ない。いや、本当に。あの、もう値段がぐんぐん上がっていきそうなんですよ。だから、その生活に必要なね、生きていくのに必要なものがもう上がっていくと。これは日本の、その、日本の会社ではなくですね、まあ、外の資本によってですね、外国のね。で、さらに亡くなってからも、外の資本によって、おかしなことが起きていく可能性は大、ということなんですね。大きいんですよ。 そうすると、生きているうちも、いや、ちょっと待ってよっていうふうになって、亡くなってからもう、おい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 、そんなことになってるのかっていうね、驚きの展開が待っているということになるんですよ。まあ、これは大変なことですよね。本当にね。うん、だけど、まあ、事実なので、これはもう受け入れるしかないんですけれども、 これはね、あの、どっかに書き込んで騒ごうが何だろうが、そんなことでは沈静化しないですよ。あの、日本人の方ね、よくこういう話を聞くと、なんか、わめき散らす人が出てくるんですけど、あの、X とかで、やめた方がいいですよ。そんなことしたって何の意味もないんですよね。あの、誰かを罵倒しても、この流れは変わらないわけですよ。うん、だからまあ、 本当にね、あの、お寺を存続させたい、神社を存続させたい、自分のね、町や村にある神社とかお寺、いや、あそこは子供の時から行っていて、大事なとこなんだよ、っていうことであれば、まあみんな、あの、町の人、村の人を全員でね、あの、もう本当に、あの、支えていかなきゃいけないんじゃないのかって、で、住職さんに最初から話をしてね、 そんな、あの、どっかの資本のね、外国のところに売るんだったら、ちょっと、本当にそんなに困ってるんだったら相談をしてくださいと。街ぐるみで助けるとかね。そういうふうにしないと無理ですよね。だからね。うん、だから知らないうちに話が進んでしまって、まあ、どうやらなんか売っちゃったみたいだよ、なって言ってみたらもう測らないとかね。さっきの話じゃないですけど。それだともう手遅れになりますよね。 そうじゃなくて、やっぱり密接な関係性を保ちながら、まあ、いつでもちゃんと交流を持ってね、話をして耳を傾けていかないと、この流れは加速していきますよね、当然ね。うんだから、人任せだったり、ね、あの、交流がなければ、当然、住職さん孤立してるところもあるかもしれないですよね。で、住職さん一人で悩んじゃってね、いや、もう無理だよってなっているところもあると思いますよ、今ね。うんだから みんなで協力をしないと、この問題は解決はしないんですよ。誰かを批判したりね、悪口を言っても、まあ、法律上は何の問題もないんですよ。これは。本当に。法律上何にも悪いことにはならないんですよ。これはだから倫理観ってことですよね。道徳観とかね。それが踏みにじられているみたいな印象を受ける。だから怒る人がいるということなんですよ。 でもこれは法律上何の問題もないので、あの、騒ぎ立てること自体が間違ってます。うん。だからこれはどうにかして、あの、自分の村のお寺を守りたいんだったら、まあ村の人全員でいろいろ話してね、まあいい方向にどうやったら持っていけるのかとか、何かアイディア策はないのかとかね、まあいろいろちょっと考えていかないといけないのかなとも思いますよ。これはみんなで協力しないとね、防げないことだと思いますよ。 だからお寺だけを責めてもね、あの、お前が、寺が何とかしろよって命令口調でね、上から目線で言っても、何にも解決しないですね。それはね、余計、いや、そんなこと言われたらもう余計売っちゃうよ、みたいになっちゃうと思いますよ。本当に。まあ、今辛いんですよ、みんな。いや、もうね、いろんなところが、 辛いんですよ。特にね、あんまり自分に関係がないとかあ、それはね、私あんまり好きじゃないからとかいうところって興味ないとこあるじゃないですか。例えばパチンコ屋さんとかね、あのパチンコ屋さんってね、タバコの煙もすごかったりとか、まあ今、禁煙のとこもありますけど、ねあのまあ、昔ながらのね、タバコを吸ってっていうところもありますから、そうするとね、なんか、 いや、嫌だなっていう、なんかあるじゃないですか。で、ガチャガチャうるさかったりね、音がね。あの、ああいうところに行く人ってやだなとかいうね。まあ、でも営業して、国の営業許可をもらって営業してるんだから、あそこもやっぱり法律上何の問題もないんですよ。で、それで、もうパチンコ屋さんがね、今、ちょっと困ってるんですよ。なぜ困ってるかっていうとね、あの、今度診察になるんでしょ で、今って一台ずつにお札を入れて玉が出てくるようになってたりするじゃないですか、新しいところね。で、あれってプログラム書き換えたり、または古い機種だと丸ごとその部分取り替えないといけないんですよ。でね、高いあの金額になると、診察に対応するようにするために、あの一台が10万から20万かかっちゃうんですよ。大変なことじゃないですか。 数千万とかかかっちゃうんですよね。で、それがもう、いやー、これはじゃあもうパチンコやめた方がいいんじゃないかって話になってるんですよ。うん、だからね、別にパチンコ屋さんが悪いことしてるわけじゃないですよね。でも、あんまり、あの、ああいうガチャガチャしたところ、遊戯場みたいな感じですよね。まあ、遊戯場そのものなんですけど、あの、そういうのが好きじゃないっていう人は、いや、パチンコ屋って、やっぱりない方が街は健全ですよとか言うんですよ。 でもパチンコ好きな人もいるんですよね。でもあれ法律で認められたものなので、別にパチンコやってもいいんですよ。そうですよね。年齢がちゃんと足してればね。だから、あの、犯罪を犯してるわけじゃないんですよね。パチンコは認められてやってもいいもの。でも、あんなところなくなった方がいいっていう人とかもいるんですよ。でもパチンコが好きな人もいるんですよね。で好きな人は、え、潰れちゃうとなんだか寂しいなってなるんですよ。 でも、いや、あんな、なんだか、ガチャガチャうるさくて、なんだか、もう、やだ、あんなところって、なくなって、あ、なんかよかった、なくなってっていう人もいるんですよ。だから、人間っていうのは、自分中心の見方によって、その店が存続した方がいいか、なくなった方がいいかって決める人が多いんですよね。で、これって、お寺もそうなんですよ。お寺がね、自分の墓がないから、代々の。 うんまあ、あのお寺あった方が雰囲気はいいけど、建物はなくならないんでしょんじゃあ、まあいいじゃないっていう人もいるんですよ。だけど、そこの地元に根付いていて、そこのお墓もあって、そのお寺の住職さんもいい人でね、交流もあって、いや、だけど売りたいんだよね、売ることになったよって言ったら、ええー、え、それで、その飼い主、まあ飼い主っていうか買う側を聞いたら、中華飯店だと、え、なんでってなっちゃうんですよね。 そうなんですよ。だからこれはもう全く同じなんですよ。あの、パチンコ屋さんと同じなんですよ。あの、それ違うよとかいう人いるんですけど、いやいや、冷静に考えてくださいよ。同じなんですよ。同じことなんですよ。うーん、まあ、あの、亡くなった方をね、あの、供養するっていう面では違いますよ。パチンコやったって供養にはならないですけど、いや、だけど、自分視点っていう点では同じなんですよ、本当にね。 うーんだからパシンコ屋さんはなくなっていいけど、お寺は残さなきゃいけないとか言い出す人もいるんですけど、それは論理が間違ってますよね。とんかつ屋さんでも焼き鳥屋さんでも、馴染みの常連客の人はなくなれば寂しいんですよ。ね、ご主人がいい主人だった。あそこの酒美味しいんだよね。あそこ行って焼き鳥食べてさ、気休みにもなるしさ、なんだかあそこがなくなっちゃったら寂しいなという人もいっぱいいるんですよ。 でもお酒飲まない人、あの焼き鳥の煙がもくもくしてね、あそこ本当迷惑だったのよという人もいるんですよ。だから亡くなってよかったわなんていう人もいるんですよ。本当にね。だからこれってやっぱり自分視点なんですよ。うん、でもなんでこんな話してるかっていうとね、そのお寺っていうと、神社っていうとみんなが、いや、それはおかしいよっていう人は圧倒的に多いんですけど、実は、実はですよ。ね。 やっぱり自分視点の思いなんですよ、それって。で、なんか、さも中華藩邸を敵国みたいな感じにね、想定してますから、敵がやってきたみたいなね、敵に占領されるみたいな意識を持ってしまうんですね。うんま、まあ、仕方ないですよ、それはね。あの、それは個人個人で感じることなので。まあ、だけど、ね、今、なんで、あの、そういうふうになるのかって言ったら、経済的なものとかね、 やっぱり日本がある程度こう、なんか景気が良くて、日本がある程度豊かだったらそんなこと起きてないと思うんですよ。あの経済的にも今行き詰まってしまってガタガタになってきてる。これを認めないといけないですよ。本当に一部の企業だけですよ。ちゃんとしてるのは。あとガタガタ来ちゃってる。こんなに物価もね、食料品も高くなれば、それはおかしくなりますよ、みんな。節約もし始めてるしね。うん、だからその中で、 ね、豊かにって言っても、それは言葉の遊びであってね、言葉だけなんですよ。豊かになんかできるわけないじゃないですかね。こんななってんのにね。うん、だから、非常にこれはね、あの、有識自体が進行してるんですよ。これを解決する方法はないのかってうん、ありますよ、もちろん。あります。これはあの、アメちゃんのところ、べったりをやめればいいんですよ。解決しますよ。独立した、 日本国というね、形で、どこを頼りにするとかやってるからダメなんですよ、いつまでも。日本国という国、この国を、自分たちの国、これを良くしようと思って、一人一人が気合を入れれば、なんとかなるんです。でもそうじゃないんですよ。やっぱり今でもね、あのトランプ大統領だとかね、バイデン大統領だとか、やっぱりトランプがいいねとかね。だって、日本国の人間じゃないじゃないですか、そんなこと言ってる人。 関係ないんですよ。だって人の、あの、よその大統領ですから、どんな大統領になろうが関係ないでしょ、本来は。でもそれを言うとね、いやいや、あの国の大統領が誰かになるによって、影響はすごいあるんだよ。ほら,ほらほらほら。影響を受けると思って、その通りにしているから、大統領が気になるんですよね。いやいや、そんなこと言ってないでも、ちゃんと一人立ちして、日本国として、日本をちゃんと盛り上げていこうっていう気合を入れれば、 日本は良くなりますよ。間違いなく。でもそうじゃないんですよ。え、なんかね、どっかに引きずられるようになんかね、寄りかかんないといけないんですよね。誰でもが、みんなが、どっかの国、こっちの国がいいんじゃないこ,こっちがいいんじゃない仲良くするんだったら。そんな意識を持ってたらいつまでも良くならない。この国は。絶対に。日本国という国なん、独立した国なんですよ、この国は。みんながそういう意識で強く頑張っていけば、なんとかなるに決まってるんですよ。でも今は、 なんか頼っちゃってる人が多いですね。誰かにね。うん。だからあの人がこう言ってたよとかね。あの、すぐ言うじゃないですか。あ、こんな話を聞いたよって。いやいや、自分の意見で言わないとダメですよね。僕はこう思いますと。僕はこう考えてる。私はこういうふうに生きていきたいとか。私はこう考えてるっていうふうにね。自信を持って前に進んでいくしかないんですよ。 で、そうすれば、一人一人が自覚を持って、日本国の国民として気合を入れて頑張る。というふうにすれば、まあ、あの、もう一度立ち直っていくんです。いい方向にね。まあ、一部の人が今お金を持ってるとかいうのはありますよ。でもお金を持ってるから心が豊かということではないですからね、これはね。うん。やっぱりお金では買えないんですよね。心の豊かさは。錯覚していてね、あの、お金を儲けると何でもできると思い込んでる人がいっぱいいるんですけど、人の心は、 変えないですよ。本当に。そんなことはだからないんですよ。錯覚幻想ですよね。うんまあ、気合揺れて前に進んでいきましょう、ね。頑張りましょうね。心は柔らかく、気持ちは強く、前に前に進んでいきましょう。応援してますからね。また次回の動画で応援しましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。